荒井正和のスーパーペッタ学園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 始まりました。スパルタ王子こと荒井正和です。今日は4月5日です。今日はヘアカットの日らしいですね。これどういうんでヘアカットかちょっと分かんないんですけどもね。ではお二人さん自己紹介をお願いします。はい、バッシーこと小板橋ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ホルツァ横浜の、笹島のばあきです。よろしくお願いします。はい、このヘアカットの日ってわかる？わかんないです。どうですか？宿題です。調べておきましょう。ではこんな3人でお送りいたします。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたします。改めましてスパルタ王子こと荒井正和でございます。どうぞ。はい、はい、フォアやばいやばい、うん、オフィスフォルツァ横浜の小板橋ゆかりです。神々会です。よろしくお願いします。はい、フォルツァ横浜の笹島のばあきです。よろしくお願いします。はい、お願いします。4月5日ね、ヘアカットの日ではですね。はい、ヘアカットって気にしてる？そうですね、こだわりがある？こだわり、あ、なんかどこで必ず切るとか必ずこういう風にしたいとかってある？あ、でもなんかそのシーズンによって違いますね。結構髪型っての変えたくなりますね。本当、はい、あの僕はですね、まあ、小板橋さんはだいたいロングヘアを見てるんですけども、正直ショートにしたいんですけども、うん、2年くらい前に思いっきりショートにしたら、うん、あ、似合わないなって思って。なんでマチコ先生みたいなカットいや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 、そういうことじゃないです。前ショートにしたよね。うん、したし、なんであれ、なんでしてんの？2人付き合ってた？違います。違うよね。違います。ソフトモヒカンってことなの？いやー、モヒカンじゃないですね、残念ながら。ノブのロングは見たことないね。ロングはないですね。結構今の感じで、今、見てる方は分かりますか？聞いてる方はどんな感じでしょう？今結構前髪が長い、目にはかからないんですけど、まあ、ずっと野球やってたんで短いことが多かった。坊主だったの？坊主でしたね。3ミリとか。もう坊主はやんないの？もうちょっときついかな。見てみたいよね。見てみたいよね。すごい見てみたいですね。坊主はね、だから短くは結構したりするんですけど、はい。なんかでもくしゃくしゃと、それはパーマですか？あ、これはちょっと若干、はい、パーマかけ、まあ、テンパの部分もあるんですけど、うん、はい、あ、ほとんど地毛？地毛で、地毛、あのさ、27歳で地毛じゃなかったらやばいよ。やばいね。いや、あの人工毛みたいな、そんなまだハゲてない、まだハゲてないまだハゲてないってやばいんでしょ。まあ、まあ、はい、うん、そうです。そうだね、春なんだけども、はい、春といえばなんだい？春といったらお花見ですね。お花見は行ったのかい？はい、お花見ですね。私はぼっちで行ってきました。ぼっち、ぼっち、ぼっちに行った。いやいやいや、ぼっちには行ってないんですけど、一人ぼっちで行ってきました。なるほどね。ノブくんは、ノブくんはね、3、4人で行きたいんでしょ？そうですね。彼女で行きたいの？ああ、やっぱ一番はそうですね。彼女いるの？彼女今いないです。2回聞いたけどね。前の週も、はい。そう聞いたね。まあこれからですね、お花見は、はい、行きたいな。お酒はどうなの？飲めんの？っていうかね、バシーさ、ノブがね、酒飲んだ時のノブの目って言っちゃってるよね。そうですね。いや、弱いんですよ自分。本当に弱いですよ、ね。はい、目が半分開いて半分白目ですからね。もうすぐ赤くなっちゃいますから自分。しかも、はい、もう少し飲んだだけでもう真っ赤になって、うん、もうバタン球ですから。こんだけ弱いんだなと思います。そんなに弱いんだ。すごい弱いです。なんかそう、もともと多分ダメな体質なんだと思うんですけど。あ、ダメな体質ですね、うん、はい。バシコさんは強いよね。まあ強いですね。家族から弱いって言われますけども。ってことはお父さんお母さんはもっと強いんだね。めっちゃ強いですね。あ、そう。だいたい、花見ってどの辺行く？ぼっちの君は。あ、私はですね、うん、やっぱり浅草に今住んでるので、あ、はい、隅田川とか、いや、花屋敷じゃなくて隅田川の方に。綺麗ですね。すっごい綺麗ですね。隅田川綺麗でございます。そこでぼっちで。ぼっちで。あ、そう、はい。のぶくんは一番仕事のその場所がその、うん、まあ、浜松町に近いんで、ね、はい、芝公園とかよく通りがてらにいたりしますから、ね。あそこでやりたい。あそこ結構綺麗。あそこは、いやいや、あそこがいい。あそこはいいですね、やるのが、はい。何言ってんの、何を見合いしてか分かんないですけど、まあ冒頭はですね、まあ、こんな話でございますね。はい、はい。ドリームドリーム
このコーナーはこんな楽しい夢、笑える夢、怖い夢、不思議な夢見ちゃいましたを紹介するコーナーです。はい、そうですね、まあ、夢というかね、この間ね僕ね、はい、まあ、ホテルに泊まっててね、はい、まあ、恐ろしいというかね、だいたいねあれね、2時、夜中のね2時半過ぎてたね、弟も気持ちよく寝てたんですよ、はい、そしたらですね、いきなり足を掴まれた感覚がありまして、思いっきり蹴ってやりました。ふざけんなもんだろ。何が痛いかだ、痛いかっていうと、うん、僕にそういうことをしてやめた方がいいと思います、はい、蹴られますから、ね、夢ではなかったけどね、金縛りでもないんだけど、掴まれたという話ですね。あ、さあドリームドリーム行ってまいりましょう、はい、さあどっちからいきますか。じゃあ私からで大丈夫ですか、はい、ちょっと新井さんに似たことがつい最近起こりましてですね。あ、ポルターガイスト現象。いや、ポルターガイストじゃないんですけど、心霊現象みたいな感じ。まあそれに似てますね。ちょいちょい私話してると思うんですけども、うん、金縛りになりやすい体質なのか。それ寝てる時でしょ。起きてる時にいきなりうんってなる。いや、さすがにそれはないんですけども、それはさすがにないんですけども、寝てる時がやっぱ多くて、うん、で今回もやっぱり金縛りにあったんですよ、うん、で、あ、またいつものかと思いながら冷静になっていたら、うんうん、枕元がバウンドしたんですよ、いきなり。バウンドってどういうこと、ね、なんか上からなんか人の手がなんかボンボンってこう押されてる。はい、がしまして、うん、えって思ったら、うん、なんか顔を触られた感覚がしたんですよ、うん、でその後に頬ずりされた感覚がして。頬ずり、それ変なおじさんじゃないの。いや、でも食感というか感触は食感食べてない。食べちゃったんだ俺がね。感触が、猫の肉球と、うん、毛並みって言うんですかね、あれでほっぺたを思いっきり抱きしめられて、肉球は可愛い、で、うん、その猫のほっぺたでスリスリされた感覚になりましたね、うん、それ寝てるわけでしょ、ね、まあ寝てますね、うん、誰か飼ってる。飼ってない、あ、飼ってないはずです。お尻開けるとさ、お尻の天井裏におじさんが寝てるとかさ、いやそれはさすがにないと思いますけども。自分も結構金縛りはありますね。ある、どういうふうに、どういうふうになっちゃうの。金縛りっていうと、うん、なんかこう、まあ普通1回とかじゃ、うん、まあじゃないですか、自分の場合連続なんですよ。え、どういうこと連続って。1回こう金縛りになるじゃないですか、うん、なんか動けないってなって、うん、ですぐ解けるんですよ。はい、でまたすぐなってその繰り返しで、はい、だからずっとまあ30分ぐらいそのなんかローテーションが続いて、でいつの間にか寝てるみたいな感じが多いです、ね、それ体力使わない。あ、体力なんかすごい疲れてる時にやっぱり金縛りを、なんかね、これ僕は知らないけどね、うん、よく言われるのが、疲れてる時と霊的とってあるみたいな、両方みたいな。霊的のはなんか自分は修学旅行の時に、うん、京都でありましたね、はい、ちょっと話してもらうじゃない。いや、それもやっぱ金縛りやったんですけど、うん、いつも金縛りってまあその動けなくなるだけなんですけど、自分は、うん、なんかその声が聞こえて、はい、どんな声、金切り声っていうんですかね、なんかこう、うん、わー、なんかすごい甲高い声でこうキーみたいな、そう、うん、そんな声が聞こえて、それ女子じゃないの。はい、でこう女子の部屋で寝てたんですよ。いやいや、女子の部屋では寝てないんですよ、寝られないですから、うん、いや、それでその目を覚ましたら、うん、その自分のこう、まあ、足伸ばして、まあ、寝てるわけなんですけど、うん、そこになんかおばあさんですかね、見たの、見えましたね、はい、もうその日以来はもう全然そういうのないんですけど、うん、まあ、京都なんでその修学旅行っていうこと、今京都敵にましたよね。京都なんでって、京都限定したね。まあ南禅寺の近くだったと思う。それ敵に回してないお寺を。敵に回してないです、うん、いやでも怖かったです、ね、それでどうなったの、はい、結局は。結局はまあそれで、うん、まあ、そのまま寝ちゃったんですよ、自分寝ちゃった、はい、怖いからこう目つぶって、そしたらまあ何事もなく、まあ、朝になりましたけど、はい、怖かった。怖くなったら普通眠くならないんじゃないんですか。いや、なんかもう怖いから目つぶっちゃったんだよ俺。逆に、うん、そう、そしたらいつの間にかもう朝に、あ、おばあちゃんに手出した。それはないです。それはそれはない。おばあちゃんにするな。今おばあちゃん的に言いました。おばあちゃん的に言いました。
そう。怖い。それとは違うんだ今あの金縛りは。金縛りは違いますね。はい。なんかバシーの金縛りは霊的なのかね、わかんない。どうなんでしょうね。まあある本。まあでもあれですね、浅草ですし、うん、なんか近しいものはあるのかなって思いながら。まあ気の持ちよくもわかんないよね。そうなんですよね。なるほどね。じゃあのぶちゃんのドリームは。自分の夢はそうですね、あの最近見たんですけど、うん、まあその夢なんですけど、うん、夢の中で寝てるんですよ。コントみたいだね。そう、なんかいつもなんかその夢っていうと夢の中で何か、うん、自分が何かしてるっていうことが多いんですけど、うん、今回ちょっとまあ数日前ぐらいですかね、見た夢はなんか客観的にこう見てるんですよね、うん、寝てる自分を。でなんかこう寝返りとか打って。え、それは何、幽体離脱じゃん。幽体離脱、いやだからなんかすごい不思議な感覚だったんですけど、うん、大丈夫、生命線あるよね、まだ生命線長いです、長いです、ね、大丈夫、そこは問題ないんだ。生命線2つあります自分、はい、2つあるってやばいんじゃないのこれ。いやこれなんか生命力に溢れてるみたいな。それさ違う意味のせいじゃないの。い大丈夫、そっちなんすかね、どうなの。はい、そんなん見たの。あ、ありますね、はい、僕あのね、コントでね、コントで本ジャバカっての石塚さんの昔、ね、昔若い時にやってたあのライブでやってたコントなんだけど、はい、夢の中で夢を見て夢の中で夢を見るっていうコントで、夢の中で起きるんですよ。わあ夢だったんだって言った瞬間に、あ、また夢だったんだっていうね、そういうコントを見たことはあんだけど、そんなような感じだね。そうですね、二重でこう夢の中でこう自分が寝てる、それ見ててどうなってんの、見てるだけで。見てる、うん、いやだからなんかすごい不思議な、あれこれって夢なのかなっていう、あれそれとも現実なのかな、死んでるのかなって。自分どうなってるんだろうみたいな。それさ、はい、うん、よいよ、やっぱし、あ、じゃあその狭間って感覚なの、そのあこれは夢だって断定はできない感じ。そうそうそう、いや断定できない感じ、うん、あそうなんだ。そうそうそう、なんか私は断定したことがあるから、うん、近しい夢は見たことあるんだけども、うん、話してもらおうじゃない、はい、私もなんかやっぱりノブに近しいものがあって、うん、まあ、幽体離脱をしてるわけじゃないんですけども、うん、なんかあここは夢の世界なんだと思って寝ちゃうっていう夢を見たことがあるんですよ、うん、夢の中で、はい、あ起きてる状態から寝るっていう。そうですね、夢の中で起きてるんですけど、うん、あここは夢の世界だって言って寝ちゃって、で起きてあまだ夢の世界だってなるけどっていう夢を見たことがあります。それ結構、あ一回だけ見たの。いや結構ある。そうしかも同じ場所同じような感覚、うん、なんか現実逃避をしたいわけじゃなくて。あ違いますね、じゃなきゃここにいません、うん、そうだよね。俺そういうの見たことないな、夢の中で夢だって気づかないね、うん、あそうなんです。僕の夢ってね、まあ、僕のドリームドリームじゃないけども、はい、大概戦ってること多いね。あ敵と現実世界でもやっぱりこういろんなものと戦って、はい、戦ってる。だから兄貴とね、隣で合わせて寝てた時に戦ってる夢見て、はい、兄貴を叩いて、うん、兄貴に縛かれて一日あのベランダに放り出されたことあります。とんでもない集中。その時どこ殴っちゃったとか。多分ね兄貴のね顔面殴って蹴ったような気分だよね。あいや普段の恨みがね。恨みがあったんですね。うちの兄ちゃん怖いからね。あ、うん、そうそうそういうのがあったんじゃないかなと思うんだけども。うん、あのさっきの新井さんの話から派生してなんですけども、うんうん、なんか寝相が悪い人ってたまにいると思うんですけども。うん、なんかノブは寝相とかって悪いタイプなの、うん、俺はそんなに寝相は悪くないんだけど。なんで寝相自分でわかんの。いや寝てて誰か いるんだよね、一人じゃないんだよこれ。いやいや言われたことがありますよ。 そんなまあ俺いや寝相悪いみたいに聞いた時に、いや別にそんな悪くないよみたいな。まあ誰には答えないいやまあ、そう、あの歯ぎしりが俺、いびきじゃなくて、いびきじゃなくて歯ぎしりが結構、歯ぎしりの人多いですよね。そうバシも、うん、私は歯ぎしりはしないし、あの寝相もあんま悪い方じゃないんですけども、うん、ただ周りの人が結構歯ぎしりする人多くて、あの一回あのとある人と一緒に寝てたんですけど、あじゃあ女性ですよ、ね、女性ですよ、はい、ちゃんと女性ですよ、ちゃんと女性仲間と一緒に寝てた時なんですけども、ね、すごい歯ぎしりがひどくて、うん、その日一日中寝れなかったことならありますね。あでもいびきよりはマシじゃん。いや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 、きつい、きつい、うん、自分でわかんない。寝言はどうなの。寝言は、うん、あ妹がありました。例えば、まあ、いびきがある、うん、はい、ね、まあ、歯ぎしりがある、はい、寝言がある、一番辛いのどれ。
一番寝言じゃない、あの友達にいたんですけど、小さい頃にこう急に起き出して何かしちゃうみたいな、うん、それ無言なんてことですね。そうですそうです、はい、うん、それだと結構やっぱその人自身分かんないから、うん、やっぱ結構あの本人にとっては結構苦しいみたいですけど、あ、起き出して寝言だけだったら大丈夫じゃない、寝言だけなら大丈夫なんですけど、な何かそのまあよく言われるのがその冷蔵庫を開けて勝手に食べちゃうみたいな、うん、勝手に食べちゃうの、勝手に食べちゃって、ね、でなんかその体重が増えてるのに自分分かんないから、うん、気づいたらその映像を撮ってみたらなんか夜起き出して勝手に食べてた、それ太った時の言い訳じゃないの言い訳、うん、いやでもそういう映像が実際にあったんだ、そうそうそう、なんか、なんかテレビだけの世界かと思っちゃいます、ね、いやなんかあるみたいだね、うん、2人寝言はないの？私はないですね、あ、寝言は危険だよ、寝言危険なんです。危険だよ。危険ですか。本心を言っちゃうからね。プレプレプレって。あ、なんか聞いたことあるんですけど、うん、あの寝言に答えると、うん、なんかそれも危険みたいな、なんか。俺はよく答えるけどね。なんかしちゃダメなことらしいですよ。あ、本当。なんか脳にこうダメージを与えるみたいな。あ、それ聞いたことある。ほら、ありますよ。あのロケとか行くと同じ部屋になるじゃん。うん、寝言いうやついるんだよ。うん、はい、まあ一番多いのは俺らしいけどね。まあこんな感じですね。ドリームドリームは。まあ、じゃあ次行ってみましょう。はい、どっちもどっち。はい、このコーナーはですね、遊びに行くなら山派か海派か、ラーメンは味噌派か塩派かなど、もし何々ならどっち派かをお互い対局に分かれて良き悪きを討論するコーナーでございます。いつもだったらねトランプで決めるんでございますけど、ね、はい、私の隣にいる小板橋ゆかり、出身は栃木です、その隣のぶは茨城です。さあ茨城と栃木というのはね、よく一般的に仲が悪いだろうと言われております。まあライバル視されてますね。ライバル視、そうですね。でですね、まあ、栃木出身のゆかりんが、はい、水戸じゃない、あの茨城を選んでください。はい、ではやりましょう。茨城選んでください。で茨城出身のノブが栃木を応援するという、これでバーサスします。どっちがどっちだか。では行ってみましょう。チン。はい、よろしくお願いします。じゃあ私からでいいですか。はい、あのまあ茨城と言ったら水戸黄門っていうのがすごい私イメージ強いんですよ。ね、で、うん、あのフルツァ横浜でもその時代劇で、うん。あのなんて言うんでしょうね、慰問先とかでやるのが水戸黄門、うん、水戸黄門、はい、でもし茨城というものがなかったら、うん、水戸黄門自身が存在しなかったんじゃないかって思うと、まあ、まあまあそうだね、まあ素晴らしい系なんじゃないかなって私は思ったりします、うん、あとはなんかあ、もう水戸黄門しかないと茨城は水戸黄門以外にはなんか、あ、水戸黄門以外怒ってるよなんで怒るの、まあ、なんで怒るの、茨城いっぱいあるからね。あ、はい、あのあとなんでしょう、茨城と言ったらですね、うん、ふっと言われてなんか美味しいものが結構頭に思いつくんだなって改めて理解されたんですよ、うん、はい、結構言われてるのはまあ納豆なんですけど、うん、あとはあんこう鍋、あ、あんこうあるね、はい、あとはね、つけけんちんそばと、うん、あとスタミナラーメン、うん、結構こういう風に茨城と言ったらこの食べ物っていうのがスタミナラーメンって、そうなんだ、はい、そうなんです、スタミナラーメンはなんか結構有名有名、佐野ラーメンとどっちが上それは申し訳ない、佐野ラーメンです。あ、そうですか、はい、あの佐野さんの、はい、はい、っていう感じですね。はい、どうぞ。栃木県はですね、はい、意外とこう春夏秋冬で楽しめるスポットっていうのが多くて、はいはい、まず春で言うとその日光のあの、日光街道の、桜がありますよね。桜、はい、桜がありますよね。で夏で言うとあの鬼怒川の鬼怒川下りとか、はい、まああの夏祭りっていうと、はい、その小山の夏祭り、あそこなんか花火が2万発ぐらい。あ、そうね、はい、あ。あれ結構大きな、はい、あのスポットですよね。で、まあ、秋で言うとそのあの、まあ、日本三大名瀑の一つのその華厳の滝、はいはいはい、そこ の紅葉はすごい綺麗だと思います。あ、はい、あとまあ茨城県にはないその冬で言うとそのスキー場がありますよね、はい、あの塩原と那須にあるのかな、結構大きな、はい、だから結構春夏秋冬で楽しめるスポットがあったりして、なんか、うん、楽しめるテーマパークみたいな結構、はい、
冬、あの、まあ、先ほど春夏秋冬っておっしゃいましたけども、うん、しかしながらですね、あの栃木と茨城で唯一の違いって言ったら、うん、海があるかないかだと思うんですよ。でかいよこれは。栃木って内陸ですから、うん、あの水遊びといったら川とか、うん、そっちのイメージ強くなっちゃうんですけど、淡水魚だね、はい、ただとあの茨城は、うん、あの本当海が近いので、うん、そういうことに関してはもう海で散歩なり遊ぶなり、夏でしたら花火なんてできますしね、うん、っていうふうに思うと、なんか栃木出身としては羨ましいなと思うところありますよね。茨城の方が上だと。茨城言いたくないですけど、ね、茨城の方が上だと、はい、で栃木はどうなのよ。栃木って、まあ、その海はやっぱりないんですけど、ないね、食べ物が結構有名で、うん、まあ、あのいちごですよね。いちごとちおとめ有名だと思うので、茨城が、ね、今作り始めてる、はい、なんか作り始めてます、うん、いちごね、はい、またあと有名なの餃子ですよね。宇都宮の餃子、餃子、はい、うん、あれどっかに持ってかれたんじゃない。そうなんですよ、あの静岡に持ってかれてしまいました。なんで君は答えてんだいやでもまあやっぱりこう定番といえば宇都宮の餃子、宇都宮の、はい、はい、だから結構やっぱ美味しい食べ物がいっぱい。じゃあね、はい、小板橋さん、はい、茨城のここがダメだから一番になれないんだよ、どうぞ。ここがないから一番、いやここはダメと。ダメ、ここダメだろうと茨城は。だからここを擁護してあげたいけどここダメじゃんと。ダメじゃん。ああ、言っちゃっていいんですか、分かんない。海はあるけどみたいなね。はい、はい、あのですね、その、まあ、正直あのそこのそのこの話を聞いてるあの茨城県出身の方には全くもって申し訳ないってまず謝らせていただきます、はい、やっぱりですね、あの茨城はなんか、うん、これって唯一自信の持てるものがないのかなって私は考えてしまうんですよ。例えばあのなんか、ね、うん、栃木だったらとちおとめとか、うんうん、なんか水戸納豆。水戸納豆。そう、あのでもなんかすごい幼いじゃないですか、水戸納豆も。そうだね、なんかこう PR 力が弱いのかもしれない。そうなんですよ、うん、そのもうそういう納豆でも自慢できるものでもあるんだったら、うん、その PR で押していけば私はいいと思うんですけど、まあゆるキャラは出てるけどね。まあそうですね、水戸黄門様の、うん、はい、うん、そうね。じゃあ栃木の方はどうだい。まあこれはそうですね、茨城県にも、茨城県民のその県民性にも共通してると思うんですけど、うん、こうどっちかっていうとその内向的っていうか、うん、ああ、うん、栃木はね、栃木、まあ、茨城もそうだと思うんですけど、こう、うん、まあその、いやそんなことないよ、茨城だと渡辺徹さんがいるけど結構あのバンバン来るよ面白くて。そうですね、渡辺徹さんはそうですね、比較的こう、はい、あれなんですけど明るいと思うんですけど、なんかどっちかっていうとその自分たちの県だけでこうまとまるみたいな、栃木はね、はい、まあそうですね、まあ、そういう、じゃあじゃあもうここまで来たらさ、はい、栃木出身で水戸出身じゃん、はい、栃木ここ悪いよっていう、はい、私が言うんですか、いや地元民だから許されるんだよ。あ、了解です。例えば僕はあの月島が出身だけども、月島もんじゃも勘弁してよと、ね、どれが美味しいかってこうこうこうで僕が文句言ったとしても僕地元だから誰にも文句言われないもん、うん、お好み焼きの方がうめえんじゃねえか下手したらってもさ文句言われん。これが他から言ったらさ大変なことになるでしょ、うん、お前もんじゃ月島バカにしてんのかこの野郎って。でも俺出身地だからさ、はい、うん、あ関係ねえよこの野郎って言っちゃうけど、はい、そんな感じで栃木どうぞ。了解です。あのもうほとんどノブダメだよって、うん、ほとんどノブに言われてしまったんですけども、やっぱり内向的ですね。あ、そうなんだ。基本的に、うん、あの特にそういう東京とかそういう都会出身の方が栃木に来たりすると、うん、結構、まあ、毛嫌いはしないんですけども、うん、こう壁を作っていきますね。仕方はしないですけど壁作っていきますね、うん、結構分厚い壁を、それをなんか壊すのにも正直なんか1年かけてやるとかじゃなくてもう何十年かけないと開かないっていうレベルの人がたまにいたりします。あ、そうなんだ、はい、まあ、人によりけりなんですけども、うん、それ辛いよね。もうちょっとね、はい、あのコミュニケーション能力を、ね、高めてほしいなってとこでしょ。そうですね、はあ、だからもう少し外の世界を見てもいいんじゃないかなって私は思ったりします。もっと外に目を向けろと。そうです、ね、土地乙女を持って歩けと。いや、まあそれもありますけども、本当になんか自分のそういう県だから県だからってこう固まんないで、うんうん、あのもっと
茨城を攻めろと。いやいやどこじゃない、まあ、攻めてもいいんですけどもまあもう少し視野を広げた方がいいんじゃないかなと思ったりはして、茨城はどうなの、逆にここダメだよって。茨城はですね、あのちょっと残念なことにですね、残念なことネットで見たんですけど、ああこうあの47都道府県 の, そ, のそうなんだよね魅力度調査で最下位なんですよこれ。最下位です、はい、いやこれはちょっとどうにかしないといけないなと。何がいけないと思う。いやなんだろうな、やっぱそのさっき言ったその内向的ってのもあると思うんですけど、うんはいはい、あのちょっとあの茨城県 の, その水戸の駅前にですね、あの納豆の像とかっていうのが立ってるんですけど、正直こうまあ正直も本当申し訳ないんですけど、こうセンスってのがいけてないってことだ。はい、いけてないのね。はい、だからなんかあんまりこうセンスを感じないっていうか、はい、そういうのがあるんで、やっぱその東京とかそういうところを見習って、なんかそういうはい、なんだろうな、センスを磨いた方がいい。2人はさ東京にも出てきちゃってるわけじゃん、はいはい、だから感じることってあるんだよね、そうやってね、うんうん、まあ、そうですね、うん、なんか改めてこう東京の人たちとの違いを見て、うん、あこんなに違うんだってやっぱ。でもね僕から言わせるとね、はい、東京って田舎者の集まりの街だよ。ただまあまあまあ、まあ、そうですね、実際見てみると。だってさあちこちから人集まってるだけの、うん、本当一番田舎じゃないかって僕思う時あるよね、うん、これ僕ね東京と出身だから言います、うん、僕東京と中央区の出身だから言います、うん、そこまで言っちゃうけどね、はい、これ田舎者の集まりだよね、はっきり言ったら。そうですね、意外となんか東京出身っていう人は少ないのかもしれない、ね、少ないんだよ。だからさ、うん、お盆の時期になるとさ、うん、さーってみんないなくなっちゃう。いなくなりますね、すっごい。こんなに東京って田舎の人でごちゃごちゃしてたんだと思う時あるのよ。意外とあれですよね、その神奈川県とか横浜の方が。横浜は最高ですよ。はい、もう神奈川大好きだもん。あ、都会のイメージがあるかもしれない。横浜もおしゃれだね。おしゃれですね。そうですね。あそこはやっぱりね、うん、あの黒船来ただけあるわ。あそれ関係ない。ベリーが来て。そうだよ。だからじゃあね、ここをじゃあお願いしよう。お願い。栃木の皆さん、これをこうしてください。もう栃木だから言える。はい、どうぞ。あ、私ですか。うん、はい、栃木県民の皆様、ぜひとも視野を外に向けて、もっと心を広くコミュニケーションしてくださいまし。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ茨城の方行きましょうか。茨城県民の皆様、そうですね。センス。センスなんだね。オスね、センスを。センスを磨きます。女性もダメなの？いやいや、女性は可愛いですよ。女性綺麗な人多いです。あ、本当、はい、男性がダメなんだ。男性はそうヤンキーが多いですね、やっぱり。はい、それはイメージあるよね。イメージが、ね、はい、なんかその茨城出身っていうと、ヤンキーだったのみたいに。あ、それも失礼な話だよ、ね、結構ありましたね、今まで。なるほどね、はい、まあこれどっちもどっちですね、やっぱりね。どっちもどっちです、はい、東京もそう、どっちも頑張んないといけない、ね、東京も頑張んなきゃいかんと思います。まあこんな感じのどっちもどっちでございました。はい、エンディングでございます。では感想の方をゆかりんからどうぞ。はい、なんかどっちもどっち、うん、茨城県の方で語るっていうことだったんですけども、うん、まあ本当にどっちもどっちなんだなって一緒に話してて思いましたね、うんうん、あ、なんか私が思ってたことと、うん、そのノブが思ってたことを聞いて、うん、あ、こういう面もあったんだって。争うことなんか何もないんだよね。そうですね、言ってしまえばそうです、まあ、どっちも本当頑張らないといけないですから。そうだよね。じゃあノブ君どうですか。はい、そうですね、あ、ノブあれだね、はい、応援メッセージありましたね。応援、お便りが来てましたね。はい、なんだっけ、ね、あれは、まあ、ブログにアップしたんですけども、うん、はい、最近ギターを始めたんですね。お、来たよ。はいはいはい、前々からこう始めたいと思ってたんですけど、うん、まあ、そのギターを始めましたっていうことで、そのブログに書いたところですね、うん、まあ、そのお芝居でこう、まあ役として表現するのと、うん、まあ、そのギターでその音楽をこう奏でるのは、まあやっぱ同じ、まあまあ、ベクトルというかね、方向性は一緒だよ。ベクトル的には一緒なんじゃないかなって、うん、まあ、頑張ってくださいっていうことで、はい、応援をいただきました。はい、ありがとうございました。じゃあそんなね、お便り先をどうぞ。はい、ですね、こちらお便り先はですね、うん、otayori@office-
forza.net、まあ、全部言ってしまいますと、うん、お便り @officeforza.net こちらまでよろしくお願いします。そうですね、それからのフォルツァからのお知らせもどうぞ。はい、私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら FM ラジオのパーソナリティをやってみませんか。はい、それと、はい、なんかあったね、まだ、まだあるんだよね、はい、見学や、見学や無料体験もやっておりますので、うん、ホームページよりお気軽にお申しください、うん、はい、ホームページアドレスは、http://www.officeforza.net です。はい。フォルツァドットネット、ね。フォルツァドットネット。はい。まだあるよね、お知らせね。はい、まだあります。はい。はい、ノブあれがあるんだよね。アライアクティングスタジオっていうのが存在しますよね。そのお知らせして、ノブ。ノブをそのお知らせして。アライアクティングスタジオの。スタジオですか。あれお知らせだよ。はい。はい。あ、聞いてないか、打ち合わせいなかったか。ですね。ごめんごめん。はい、ですね、はい、今度土曜日ね、5月から土曜日。あ、そうそう、はい、あ、分かる。言ってごらん。いや。そうです、いや全部は覚えてないですけど、はいはい、そうですね、まあ、土曜日にですね、14時から17時でアクション立てやります、はい、そしてその後にですね18時から、21時まで、これは総合演技をやります、まあ、あの映像演技、舞台もそうですけど、あと声優もありますね、はい、これと同じものが月曜日の、14時15時か17時かでやりますん で、はい、これが荒井、アクティングスタジオとなっておりますので、はい、そのお知らせです。はい、わかった、はい、はい、あ、それだ、はい、じゃあそれではね、次回も荒井正和のスパルタ学園よろしくお願いします。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたしました。誰のために